ソッピース1ストラッター短座爆撃機ソッピースエービエーションは第一次世界大戦において主にイギリス陸軍航空隊、同海軍航空隊及びそれらの後ろ身であるイギリス空軍のため航空機を設計、製造したイギリスの航空機会社である。ソッピース社の航空機は大戦中、フランス、ベルギー、アメリカ合衆国などの多くの国の航空部隊で使用された。 代表的な機体として、キャメルがある。ソッピース社は1912年6月、航空や、ヨットや、自動車レースに、関心の深いスポーツマンでありかつ裕福な紳士である、トーマス・ソッピースによって、キングストーンアポン・テムズで設立された。その時、ソッピースはわずか24歳だった。最初の工場は、使われなくなった、アイスリンクを建て屋として12月に開業した。 初期の共同生産は1913年に、ワイト島のイーストカウズにある SE サンダース像船所で行われ、ソッピースバットボート飛行艇を生産した。同期は、コンスータ飛服を施した停滞を持ち、水上からも、陸上からも運用することができた。1914年には、ハンプシャー州ウールストンにも小さな工場がオープンした。 第一次世界大戦の間、同社は5000人を雇用して1万6000機以上の航空機を製造した。ソッピース社の航空機の多くは、下請け企業によって製造され、ソッピース社自身が製造したものより多かった。それらの企業には、フェアリー、クレートンシャトルワース、ウィリアム・ビアドモア、ラストン・プロクターなどがある。戦争終結後、 同社は戦争中に製造した機体をベースにした航空機、例えばパップの派生型のダブ、キャメルの単用型スワローなどを民間市場に提供しようとしたが、戦時中の余剰航空機が後半かつ安価に入手できる状況では、採算の取れるものではなかった。1919年に同社は ABC モーターサイクルと提携して、400cc 水平に気筒のオートバイを、 ライセンス生産した。また、多角化を試みて、ABC モーターズの購入も行ったが、この掛けも失敗に終わった。ソッピース社の経営は1920年に破綻し、また政府からの戦時利特税に関する暗黙の強い、要請に直面して、解散した。ソッピース社生産の直後、トム・ソピースは、ハリー・ホーカー、フレッド・シグリストビル・エアラと共に、 HG ホーカーエンジニアリング社を設立した。同社は、後のホーカーエアクラフトから、ホーカーシドレーに至る系列の前身である。ソッピースは、その引退まで、ホーカーシドレー社の会長を務めた。ホーカー社とその後継者は、両対戦艦のハートやデモン、第二次世界大戦で活躍した、ハリケーン、タイフーン、テンペスト、そして戦後のシーフューリー、ハンター、 ハリアーなどの多くの著名な軍用機を生み出した。驚くべきことに、これら後期のジェット機は、1918年にソッピース、スナイプを作ったのと全く同じ工場建屋で製作された。1914年のシュナイダートルフィーレースにおける、ソッピース・シュナイダー当初は、ソッピース自身が以前からの個人的に整備士としていた、フレッド・シグリストの手助けを得て、 ソッピース社式の設計を先導した。その後、戦前のイギリス海軍航空隊向けのあまり目立たないいくつかの設計を経て、ソッピース社最初の大成功作が登場した。それは、早くてコンパクトなタブロイドで、同社のテストパイロットである、オーストラリア出身のハリー・ホーカーの影響を受けた、最初の設計であった。この機のフローと装備型は1914年の、 シュナイダートロフィーを獲得した。また陸上機型は対戦初期の海軍航空隊と陸軍航空隊の両方で使用された。より高いパワーとフロートを備えたタイプはソッピースベイビーとなり、それは第一次世界大戦のほとんどの期間、海軍航空隊の馬車場となって働いた。1916年にハーバートスミスがソッピース社の主任設計者となると、 そのリーダーシップの下、大型のタイプ9901を含む、その他の第一次世界大戦形の傑作機が生み出された。このタイプ9901は、ソッピース1ストラッターとして知られ、斬新な箱型指示構造を持ち、イギリス海陸軍航空隊やフランス航空隊において、短座爆撃機、複座戦闘機、あるいは弾着観測機や練習機として使用された。続いて、 その派生タイプとして、より小型で機敏な短座のパップの名で有名になったスカウトが登場した。パップとストラッターは、機関銃をプロペラ回転面を通して発射できる同調装置を持つ牽引式戦闘機として、イギリスで初めて実用化された飛行機である。この装置は、その後いくつかの異なる設計のものが使用されたにもかかわらず、その設計者の中から、 ソカウパーギアとして知られた。パップは1916年秋から1917年初夏にかけてイギリス陸軍航空隊及び海軍航空隊によって西部戦線で広く使用され、パイロットからも好評だった。パップは戦争の残りの期間、高等練習機として使用された。このパップはソッピース社の動物の名が付けられ、全体として空飛ぶ。 動物園として有名となった、対戦中の一連の航空機の最初のものとなった。パップに実験的に欲限の小さい3枚の翼とより強力なエンジンを備えたものが、トライプレーンである。トライプレーンは1917年中の海軍、航空隊の4個飛行隊でのみ使用されたが、驚異的な強さを発揮して有名になった。最も本気を活用したのは、 レーモンドコリショーの有名な海軍第10飛行隊のブラックフライトである。この飛行小隊のあだ名は使用する機体の黒い識別色に由来し、それぞれの機の名前もブラックマリア、ブラックプリンス、ブラックレス、ブラックロジャー、そしてブラックシープと付けられていた。本機のもたらした衝撃は、敵味方両方の航空機製作者に多くの産業機の試作をさせることとなったが、 成功したのはドイツ側のフォッカー3用機のみだった。1917年初夏に機関銃2丁を装備したキャメル戦闘機が配備された。この戦闘機は機動性が非常に高い上に武装も充実しており、対戦終了までに5000機以上生産された。キャメルは他のどのイギリス戦闘機よりも多くの敵機を撃墜したが操縦が難しく、 事故により非常に多くの未熟練パイロットが犠牲になった。また、改造の上、夜間迎撃戦闘機、または環状戦闘機としても使われ、さらに、イギリスだけでなく、ベルギーやアメリカの航空部隊で実戦に使用された。最後に最前線に配備されたのは、4丁の機銃を備えた固定式エンジンのドルフィン戦闘機と、最後のロータリーエンジン装備戦闘機である。 スナイプ戦闘機だった。スナイプはほんの少数しか前線に配備されなかったので、戦闘にもわずかしか参加していないが、カナダのエースであるウィリアム・ジョージ・バーカーは、本機により圧倒的に不利な状況下で、一人奮戦したことを栄誉として、ビクトリア十字勲章を獲得した。対戦末期に、同社は、クックーライ撃機とスナイプの対地攻撃走行型であるサラマンダーを、 開発したが、いずれも戦闘には間に合わなかった。その他、対戦機を通じて、多くの試作が行われたが、その大部分は、動物、ニュー、ライの島の名が付けられており、そのために、ソッピース動物園と呼ばれた。第一次世界大戦後、スナイプは大幅に縮小されたイギリス空軍の主力戦闘機に選ばれて、最終的に1920年代後期に後退するまで、 現役にとどまった。ありがとうございます。